モカ太郎の動画。はい、おはようございます。モカ太郎です。今日もスマホで撮影しておりますわ。おりますわ、さらに。私が修理に出してた GH4 やっと届いたよ。ちょっとごめんね、上着脱がして。はい、これちょっと見て、これデジカメ修理完了品って書いてある。初めて見たわ、初めて見た。あの、前回の動画でね、私フリマサイトで、GH6 をね、中古の20万でね、購入したやつが、あの、地雷だったっていう動画を出したんだけど、すんごいね、私あの、死体切りされたね。まあそんな感じで、私の相棒のね、GH4 が無事退院してきたので、ちょっとみんなで見ようよ。カメラ修理したのも初めてだからね、もうこの日をどんだけ待ち焦がれてたか。もうなんかね、本当にね、修理出してた間泣いてたからね、私。苦楽を共に全てを映してきてくれた相棒、それが GH4 だからね。よいしょ。うわー、丁寧なー、ほわほわ入れてくださってありがとうございます。嬉しい。うおー、なんかすごいよ。なんかめちゃめちゃ入ってる。ブニブニがめちゃめちゃ入ってる。もう無限に、無限ブニブニ、無限ブニブニよ、これ。あ、ちょっと私、これ、きつ。ここきつ。お、なんか、いろんなものが書いてある。液晶画面がついたりつかなかったりします。タッチセンサーは全く機能しませんっていう、まあそういう状態だったんだよね。で、お客様のご指摘の現象を確認いたしました。液晶表示、構成、部、不具合、液晶表示、構成、ん？ありがとうございます。嬉しいです。とっても嬉しいです。LC なんちゃらヒンジっていう部品を交換してくださったんだよね。そのヒンジの中には、あの、画面表示させるケーブル類とかが、あの、格納されてるからね、その部分を交換していただきました。私が今回修理に利用させていただいたのが、福井カメラさん、直していただきました。ありがとうございます。スタッフ一同またのご利用をお待ちしておりますって顔文字付きでね。もうなんかこういうお気持ちが泣けるんよ。あ、もう最近ね、涙もろくてダメだね。年取ったね。ありがとう、こんな丁寧にね、梱包していただいて。私なんかあの、手ぬぐい入れてね、緩衝材代わりにしてたもんで、すいません。ありがとうございます。よいしょー。はい、さらに梱包していただいておりますね、これは。この真心、とても感謝です。開けさせていただきます。ありがとう。あ、来るわ。来るわ。あー、やべ、泣きそう。マジ泣きそうだわ。ごめんね、画角狭くて。我慢して。今あの GH4 治ったから、それに交換するから待ってて。よいしょ。うわー、ブニブニもいっぱい巻いてくれてありがとう。あー、もうめっちゃいいとこだな、嬉しいわ。よいしょ。はい、私が見えるこの手ぬぐい、おー、中にも入れてくれてる。え、マジ？私手ぬぐいしか入れてなかったの。え、マジ？うわぁ、マジ泣きそう。ありがとう。ああ、やばい。マジで嬉しいわ。ありがとう。じゃあ、ちょ、開けるね。ごめん、あの、泣きながら開けるわ。バカーンって。ああ、ありがとう。ありがとう。こんな、ブニブニつい。壊れた。これは私が入れたやつ、入れすぎなぐらい入れたやつ。ちょっとティッシュ遠いんだよね、これ。ティッシュ、ちょっと待って。あ、紐が大変。ごめんなさい。もうほんときつかったからごめんね。あ、もうよかった。戻ってきてくれて。あかん。うわー、カメラも巻いてある。そうだよね。私、ね、タオル、この白いの見えるよね。この白いタオル。うわ、白いタオルも綺麗に畳まれてる。これ、ばあちゃんの。ありがとう。このタオル、ばあちゃんが農家で毎日使ってるやつ。うわ、綺麗に、飲食店のおしぼりみたいになってる。ちょ、早速使うわ。ありがとう、福井さん。うわ、福井さんありがとう。涙止まらんわ。これも綺麗になってる。ありがとう。ああ、もうダメ、私。あ、もう年取ったわ。バッテリーも綺麗に。ありがとう。そう、あのね、あの GH4 出すときにさ、GH4 のバッテリーも入れて出したんだけど、
充電なくなって福井さん困ったらどうしようと思って、私も充電器入れて、それも一つ一つこうやってさ綺麗に梱包していく。ケーブルどこ行った、ケーブル、ケーブルピンクになってる。あー、ありがとう、わかりやすいように。おー、カメラにもまた巻いてくれてる、ありがとう。なんかね、福井さん自体がカメラ好きなんだろうなっていう気持ちがここで現れてるよね。こうやってやるんよって教えてくれてるような気がするよ。はい、戻ってまいりました。ストラップ綺麗に巻かれてる、新品みたいだね。はい、お帰りなさい、私の相棒 GH4。 交換したのはね、ここのあの、ここのパカンパカンするところだよ。こう開けた時にここを交換してもらったの。だからモニターはね、もともと私が使ってるモニターだと思うんだ。あ、そうだわ、液晶のフィルムもこれ私のだ。はあ、ありがとう。あ、おかえり GH4、 待ってたよ。ちょっとレンズ持ってくるね。早速モニター見てみよう。モカ太郎の動画。はい、じゃあね、レンズつけるよ。息止めるから。じゃあ行くよ。着いた。着いたよ。じゃあ画面確認させていただきます。よいしょ。よいしょ。いくよ、せーの、ついた。ちょっとタッチセンサーいい？ごめんね、よいしょ、タッチするよ。おー、反応しとるがな。うわー、久しぶりのこの感じ。うわー、ちょっとごめんなすって。うわー、タッチできるよ、めっちゃ嬉しい。タッチできる。ごめんね、今まで無理させてごめんね。あー、よかった、ありがとう。おかえり GH4、 やっぱり君が最高だ。ちょっと早速交換しよう、ちょっと待ってて。よいしょ。ということで、完璧に戻ったね。なんか出てる。あ、ティッシュか。あー、よかった。めっちゃ嬉しい。もう今届いたのよ。今届いて、今開けたの。え、めっちゃ嬉しいんだけど。しかもね、料金が、私6、7年使ってんだよ。すごい頑張ってくれてた、その修理代がたった1万5000円なのよ。1万5000円、この株式会社福井カメラサービス様、ありがとうございます。本当に粋なメッセージも書いてあって、開封後ご依頼品に不具合等があればすぐにご連絡くださいって書いてある。どんだけ手厚いんよ。ありがとうございます、本当に助かりました。福井さん、ありがとう。本当にちょっと明るすぎるかな、ごめんね、ちょっと久しぶりすぎてさ、なんかあの塩梅よく分かんなくなる、頭おかしいね。ってことで、やっぱり GH4 いいね。GH4 最高だね。また相棒としていろんな映像撮っていただきたいと思います。頼むね GH4 君。よかったらね、皆さんも一眼カメラ持っている人はね、自分のベストな修理会社さん確保してると思うんですが、大変ご丁寧な形で無事直してくださって、私大満足です。まるで新品で買った時のあのワクワク感を思い出させてくれるような懐かしい気持ちもありました。だからね、あの嬉しかった。すごい嬉しかった。これからもね、いろんなカメラ、徐々に増えていけばいいなとは思うけど、そういったカメラも福井さんにお世話になりたいなって思いました。ということで、今回はこんな感じです。じゃあね、ありがとう。嬉しいわ、泣いたわやっぱり。ごめん。